放送席本日の、1人目のヒーローは先制点を挙げました北川俊選手です。お疲れ様です。チームを勢いに乗せてくれる同点ゴールという先制点を挙げてくれましたが、振り返ってきてどうですか。そうですね、パサーって決まりました、ね、難しくすごい無口なストライカー的な決定でやってるみたいな、クモみたいな感じでやってみたらダメだったんですね。なんかすごいゴール前でドフリーだったんで思い切りトライ決めました。あ、ちなみに北川選手開幕戦から2戦連続ゴールということですが、はい、調子の方はどうでしょうか。あ、得点を目指します。得点王で、はいはい、目標は何ゴールですかね。12ゴールです。12ゴール、はい、じゃあ今後も北川選手の期待に活躍しましょう。お疲れ様でした。